問題あると思いますので、むしろゆっくりやった方がいいではないかと思います。あまり急にですね、補強補強していても、そう簡単、将来の問題も多いので、熱が冷めてしまったらかえってまずいと思います。さて、大変議論が尽きないところでございますが、今から本会議がございますので、ここで最後に会長から締めの挨拶をいただきます。よろしくお願いします。加速先生から大変ですね、質に富むお話をいただきました。ありがとうございました。今日ちょっと議員の出席は芳しくなかったわけでありますが、しかし関係省庁からですね、担当者の方来ていただいておりますので、今日のお話も踏まえて、またですね、この北極についての各省庁の連携を取りながら、一歩でも二歩でも進むようにまた努力していただきたいと思います。我々議連で冒頭申し上げました通り、例えば関係閣僚会議を閣内に作ってもらうとか、さまざまですね、まず体制をしっかり組むということで提言をしております。しかしまだ提言の段階で、実現はこれからなわけですけれども、そういう実現に向けてもですね、ぜひ我々も努力してまいりたいと思いますので、そういうもとで国家戦略をしっかりと組み立てていくと、その中にはたくさんございますけれども、中身はぜひそれに向けて我々も努力いたしますので、役所の方もですね、こうした動きをしっかりとらまえながら、いろいろ施策を考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。赤須先生にはもうお忙しいところありがとうございました。桜井先生も大変ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで、本日を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。